こんにちは。こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。嬉野ホットステーションは今回で500回目を迎えました。島村さん、すごいですよね。そうですね。しかも平成20年にスタートして今年で10周年目にもなるんです。そこで今回は今まで嬉野ホットステーションで取材した嬉野市の出来事を振り返りたいと思います。他にも嬉野市からのお知らせなどもお届けします。それではどうぞ。平成20年7月2日、嬉野ホットステーションは生き生きとした嬉野の出来事を皆様のご家庭に直接届ける新しいニュース番組として放送を開始しました。記念すべき第1回目は吉田小学校の田植え、等々力小学校 JSC の子どもたちによるサガン鳥栖ホームゲーム嬉野デーの告知、嬉野高校和太鼓部起床電信太鼓の紹介などを放送しました。平成22年3月28日、シーボルトの湯の落成式が行われました。1996年に老朽化のため閉鎖・解体されましたが、嬉野市民の強い要望により平成20年度から建設が進められ、平成22年4月1日に嬉野温泉公衆浴場シーボルトの湯として営業を開始しました。平成23年1月29日、平成19年度から保存修理が進められていた国の重要文化財である西岡家住宅の工事が完了し、お披露目会がありました。創建当時の姿に復元された豪壮な書院造りの座敷や職人技を駆使した欄間、漆塗りの天井や柱など、市内外からおよそ200人が見学に訪れました。平成24年1月10日、福岡ソフトバンクホークスの本田雄一選手が嬉野市観光大使に就任され、みゆき公園野球場において委嘱状の交付式が行われました。本田選手は嬉野市で自主トレをし、また本田選手のお母様の実家が嬉野であることから嬉野市観光大使に任命されました。今後の活躍を期待しています。平成24年10月13日、みゆき公園で全天候型多目的広場みゆきドームの落成式が行われました。市長をはじめ関係者によるテープカットがあり、完成を祝いました。落成式の後、第1回九州フワフェスティバル in 嬉野温泉が開催され、81の団体が参加、優美な舞が披露され、およそ4000人の来場者で盛り上がりました。平成24年10月12日、嬉野市出身で女優の峰あずささんが嬉野市観光大使に就任され、市内宿泊施設で委嘱状の交付式が行われました。峰さんはこれから全国の方々にもっともっと嬉野のことを知ってもらえるように頑張りますと抱負を述べられました。今後の活躍を期待しています。平成26年9月7日、嬉野市社会文化会館リバティの落成記念式典が行われました。嬉野市社会文化会館リバティはスポーツ・文化活動を通じての交流の場として、ユニバーサルデザインを取り入れた多目的に利用可能な施設として建設されました。落成記念式典の後、文化芸能フェスティバルが開かれ、多くの人が落成を祝いました。平成27年8月6日、
俵坂トンネル構内で九州新幹線西九州ルート俵坂トンネル貫通式が行われました。俵坂トンネルは佐賀県と長崎県をつなぐ5705メートルのトンネルです。式では貫通の儀、通り染めの儀などが行われ、貫通を盛大に祝いました。俵坂トンネル貫通で九州新幹線西九州ルートの完成がまた一歩近づきました。平成28年1月1日に嬉野市誕生10周年を迎えたことを記念して、平成28年1月31日リバティで嬉野市政施行10周年記念式典記念事業が行われました。記念式典、記念公演、嬉野音楽芸能祭が行われ、多くの人が来場しました。最後に10周年を記念して制作された嬉野市歌ふるさとの空よを合唱しました。平成30年4月1日、嬉野茶交流館チャオシルで落成記念式典が行われました。チャオシルは嬉野茶を通じた新たな交流の拠点としてオープンしました。テープカットとくす玉割りが行われた後、白縫い太鼓の演舞があり、チャオシルの落成を盛り上げました。お茶の歴史や製造に関する展示、嬉野茶を楽しめる喫茶コーナーなどがあり、この日はおよそ2000人が来場し、落成を祝いました。皆さん、こんにちは。嬉野温泉商店街組合からのお知らせです。いよいよ夏本番を迎えまして、土曜夜市、お待ちかねの土曜夜市がやってまいります。今年は7月21日、28日の土曜日になっております。時間はですね、午後7時から9時30分までということで、雨天順延の場合は8月4日となっております。場所は嬉野の商店街本通りになっております。時間が7時半から9時半まで歩行者天国ということで、嬉野の本通り、大正屋さんの前から綿屋さんの前まで歩行者天国になりますけれども、車でお越しの方はですね、ご注意願いたいと思います。子どもたちもお待ちかねのですね、イベントの内容ですけれども、今年もヨーヨー釣り、金魚すくい、射的、ビンゴゲーム、お楽しみくじなど、盛りだくさんに用意してあります。ステージのイベントではですね、バトン、キズダンスなどありますけれども、嬉野高校生が頑張ってもらっております。和太鼓、それからソングリーディングということで、神話銀行さんの駐車場ではですね、パフォーマンスステージもご覧いただけるかと思います。今年初めてですね、ディスクジョッキーなどもございますので、お楽しみになっていただきたいと思います。見て遊んで夏の夜を楽しく過ごしませんか。皆さん、土曜夜市にぜひお出かけください。お待ちしてます。4月にオープンした嬉野茶交流館チャオシル、ここではお茶のさまざまな体験や交流ができます。今回は人気の茶染め体験とお茶の入れ方教室をご紹介します。嬉野茶を嬉野の温泉水で煮詰めて染める茶染め。綿 100% のハンカチを折り曲げて割り箸で挟んだり、ねじって輪ゴムで留めたりします。15分ほど煮詰めた後、水洗いし広げると世界に一つしかないオリジナルハンカチの完成です。このほか体験室ではお茶の入れ方教室も行っています。入れ方一つでお茶の味は変わります。皆さんぜひ体験してみてください。茶染め体験は簡単、出来上がりは可能。他にも茶おしるでは
誰でも気軽に嬉野茶が楽しめる喫茶館などもあります。入館料は無料です。みんなでチャオシェル来てください。こんにちは。私たちは嬉野市食生活改善推進協議会の会員です。通称ヘルスメイトと申します。嬉野市の皆さんを食の力で元気にしたいという思いで食育活動をしているボランティア団体です。食育とは何ですか？食育とは一言で言えば食を通し人間として生きる力を育むことです。食育は子どもだけのものですか？食べることは生きるための基本的な営みです。食育は赤ちゃんからお年寄りまで全ての人に必要なことです。私たちヘルスメイトはさまざまな食育活動を実践しています。親子で楽しく料理をする親子料理教室、小学校や中学校、高校での食育教室、お茶などの特産品を使った料理や郷土料理の普及、健康づくりのためには運動も大切、健康ウォーキング大会などです。食育はイベントに参加することですか？食育は特別なイベントに参加することだけではありません。毎日の食事で心の安定や体の健康が保たれ、人としてのマナーや文化が未来へ継承されていく、これが食育です。まずは家庭を中心に家族揃って楽しく食事をすることから始めましょう。想像以上にいい効果が出てくることと思います。家族そろって食卓を囲んで食事をしましょう。食事中はテレビを消していろんな話をしてみましょう。家族と一緒に楽しく料理を作りましょう。私たちヘルスメイトは嬉野市の食育を応援しています。7月の塩田町の在宅当番員はご覧の通りです。続いて嬉野町です。7月の小児時間外診療はご覧の通りです。7月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。7月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回は500回記念として嬉野市の10年を振り返りましたが、いろいろありましたね。そうですね。嬉野市もいろいろと変化していますね。今後も新幹線開通など楽しみですね。これからも嬉野ホットステーションは嬉野市の話題や情報をお届けしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。